県北の自然中心にとってます、まあ、そこは里山ですので、あの人と自然の接してる里山の自然ということで、どうしてもこう一つの団体があるとその殻に閉じこもりがちなんですけども、やはりこう、外部から人を入れていろんな人が交流するっていうのはお互い刺激になっていいのかなと思います。ラルレターというシリーズなんですけども、コロナ禍の中で人に会いにくくなってしまった中で、ちょっと手紙を届けるような気持ちで撮影したものになります。ほぼほぼ僕一人で活動していることが多かったんですけども、この展示会場で先輩方の作品でいろんな表現に触れられることがすごい刺激になっていて、楽しませていただいてます。自分表現を見たくて来たんですけど、それぞれ素晴らしいです。こうやって自然扱ってそれをうまく撮ってる。いつも同じようなメンバーだとやっぱりマンネリなんかも起こる可能性があるので、ちょっと外に目を向けてみようと、その時に他の、同じ写真家でも団体に加入してなくて有力なカメラマンがたくさんいらっしゃるので、ぜひその人たちに負担のないような形で参加してもらえないかっていうのがこの企画の始まりなんですね。今までにないタイプのカメラマンがお二人来ていただいたんで、それはメンバーにもいろんな意味で刺激を受けるでしょうし、お客様にとっても皆さんいい意味での影響が与えることができるんじゃないか。